생각이 돼서. これ何ですか。出雲大社。出雲大社を裏の方に植えといたんだよ。そしたら実がなって、その実をまいといたの。それがこういうふうに実ついてきたんだよ。この頃になって。本当ですね。ついてますね。 でこれでついてくればさ、継がなくても、今ついてるじゃん、能登の椿を、で出雲大社なんか継がなくても、できてきちゃうからさ、これは面白いなと。あ、これ、これがガマズミの実、あ、金華山ですよね。金華山。これは、これはこの辺のガマズミ。同じようなもんなんだけど、こっちの方が葉っぱが小さい。それと同時に、こういうのが全部金華山。すごいですね。枝がすごい細かいんですね。これは太い枝をね刺したんだよ。太い枝を刺したんですか？太い枝っていうのは。あそこにある。こういうふうになってるでしょ？こういうところを刺した。これ取り木をしてってことですか？これ取った後であそこにあるのがこの上だったんだけどさ。この金華山カマズミ結構取り木は簡単にできるんですか？カラスの巻きが強いから、取ってすぐ外さないとちょっとまずいよね。またこのいっぱい枝を増やして、ここからまたあれするんですか？これが楽しみです。長寿梅ですか？長寿梅の、これはね、3、40年経ってる木だよ。それのここから取るの、ここから取り木する。この辺で取り木する人誰もいないよ。でもその辺にするとやっぱり枯れちゃう率が高くなっちゃうってことですかね。あんまり枯れないよね。だから今年こう大きい鉢入れて、と樹勢つけて置いてあるわけ、で来年の2月頃これ、楽しみですね。楽しみ。こんなのね、できちゃったら大変だよ。あっという間にじゃあもう本当予約殺到になっちゃいますね。私ね、私こういう長寿梅があってそれ取り木したことあるんだよ。何十万、100万に近い何十万になっちゃった。あ、すごいですね。でもそれだけで取り木をやる方ももうねいなくなっちゃってるからなんでしょうね。知らない。これ取り木をするっていうのを、僕わずかな人っきり知らないだろうな。